你收看的频道是牛奶大师师师师台。观众朋友大家好，我是赖老师。然后进入星星酒吧之后会有语音，然后刚才我没有录到，不好意思，我懒得重录。喂，誰か、あいつを捕まえろ。ロロボーだ、捕まえろ。にゃーん。お前は確か、そこをどいて。お、え、マジかよ。え、消えたぞ。ワイン、後ろ。捕まえてやれ。見失った。あどうしよう、あの小僧の逃げ足はなんて速さだ。一番すばしっこいワインでさえ置き去りだ。大した小僧だ。冗談はやめろよな。マスター、それであのチビスケに何か盗まれたの？ビールを一蓋袋と黒パンをいくつか盗まれた。あいつは味が分かってるな。焼き上がったばかりのを狙いやがった。ちょっと、店の商品盗まれたんだよ。もっと怒った顔をしてよ。あはっはっは、おっかない嫁がお前らのリーダーを引きずって帰っていったあの日、俺の店はめちゃくちゃになっちまったんだぜ。あれと比べりゃ今回の損失なんて小さい小さい、大した問題じゃない。しかしだ、人様のものを盗むのはとにかくいけないことだ。さっきのワインの態度、あの小僧のことを知っているのか？他の里の森の番人か？確かに会ったことがある。見間違いじゃなければ。くそ、マスター、俺があいつを捕まえてくる。おお、ワインが自ら出陣か。それじゃあ頼んだぞ。あの小僧に我らウザートの戦士が装飾じゃないところを見せてやれ。任せとけって。もう泥棒捕まえに行くぞ。マスター、捕まえたらお酒おごってくれる？いいとも、酒の風呂に入らせてやるよ。ワイン早く。お、幸存だ。全然还在。やっほー、みんな、私はジェーンよ。哦，幸存档应该要跟下马对打了。然后因为我想玩的版本是更新过的，所以战斗其实会变得很简单，所以应该不会太难的。对，就可以赶快说可以调整版本，调整难易度的版本。卖吗？普通矿石也是卖5块而已。可是下马在哪里啊？出去就可以看到了吧？哎呦，真的。那红发小不点就能去哪呢？虽然到处乱窜是可能，但掌握情报可能是比较好方式。无论回来要先和巨鳄打听看看吧。原来如此。心灵。またまた、何倍おかわりしても平気だ。
我以为他们应该会看到他，结果他在跟我闲聊。王都の暮らしはいいもんだ。でも、ウザートには自分のペースがある。看到，但倒是有看到红发的猫耳少女。なにじろじろ見てんだ。ウザートに栄光あれ。小偷出没。髭の手入れは毎日念入りに。何か用でも。到底在哪里啊？ウザートに栄光あれ。再跟酒吧右边那边的人讲话一下。ごきげんよう。ないのにうろうろするな。すべての日々に祝う価値がある。跑去哪了？うらら。うらら。ひげの手入れは毎日念入りに。不移。不移，不移哪里？这个吗？情報？真面目な顔してどうしたの？偷了他的东西。世間話よ。你懂红发的小家伙吗？秀一阵就跑不见，动作就是乱快一把。没想到还有人敢来二岔处偷东西呀、啊！最近还真乱。小心往你家附近跑，我家。好。跟他讲话了。噔噔噔噔，太阳又来了！哎，有了有了。嗯。やっと追いついた。やっぱりお前だったのか。このクソガキめ。逃げ足だけは早い。しかし、ここに逃げ込んだのは致命的なミスだな。ん？他の場所じゃなく、よりによって俺の庭に逃げ込むとはな。ここは俺の縄張りだ。大通りも路地裏も、逃走経路はすべてバッチリ把握している。今回はもう逃げられないぞ。よーし、おとなしく捕まるんだな。お、あ、打了。逃げるな、泥棒め。我们先看他招式会放什么。お、吓我一跳。捕まえてみな、バカ。不要。お。お、吓我一跳。捕まえてみな。OK， 好，看起来他没狂暴之前，他的动作大概是这样。我靠！但是跟接近跟没接近，他好像会不太一样哦。所以我们等他打屁股的时候再过去好了。他接近的话，他马上动作的样子。
まえてみな、バカ。ドカーンドカーン。これは爆弾だよ。どうぞ。你要去哪？哎，吓我一跳，很爆很爆。哦哦哦！火力全开！这怎么躲啊？应该可以躲啊，应该躲到他后面应该就可以了。那个飞镖怎么躲啊？耶！好的，有点太容易了。捕まえたぞ、このチビスケ。僕はチビスケなんかじゃない、シャモだ。だ、話せよ。どんなに喉を枯らしても誰も助けに来てくれないぞ。喉よ、枯れろ、枯れろ。モモ、このチビスケバカだぞ。誰がバカだよ。強盗だ、強姦だ。うるさいぞ、早く謝罪しろよ。さもないと関節をポキポキさせるぞ。そっちに曲げないで、折れる、折れちゃうよ。誰か謝罪したのかな、全然聞こえてこないんだけどな。ごめんなさい。よしよし。お母様、この人怖いよ。OK OK。 我靠，他用摔跤技是不是？哦，小猫好可怜。何泣いてるんだよ。痛いのが嫌なら泥棒なんかするな。お母様、この変態が僕にエッチなことを、僕にこんなことやあんなことを。あははははは、この子面白いな。モモ、いいか、今後俺のことをめめしいなんて言うなよな。今目の前にいるこいつこそ正真正銘のめめしいやつだ。へえ、めめしい。めめしいって胸にあんな大きな膨らみがあるのかよ。まいった、バカなワイン。何ブツブツ言ってるんだよ。なんでもねえよ。やっとの思いでロングホルンの森を抜けてきたのに、寒い上にひもじくって、挙句の果てにディアウルフに追いかけられて死にそうになったり、地底洞窟の中でトッポの襲撃を受けたり、今なんてちょっとパンを取っただけで乱暴な野蛮人にこんなことやあんなことを。おーい、なんだか自分だけが悲劇の主人公みたいだな。お前を追いかけるためにあっちこっち走る羽目になった人間の気持ちを考えたことがあるのか。僕のことをそんな風に言うのか。お父さんにも叱られたことがないのに。なんでいちいち泣くんだよ。このやりとりはいつまで続くんだ。ちょっと待て、今さっきロングホルンの森を抜けてきたって言ったよな。泣くなよ。ロングホルンの森を抜けてきたっていうのは本当なのか？わかったよ。さあ立てよ。とにかくさっさと立つんだよ。おい、俺の話を聞いてるのか？寛大な心で僕を話してくれるの？にゃーん。すぐに態度が変わるやつだな。本当に反省しているのか？ま、そんなことはどうでもいい。
とにかくお前は人のパンを盗んだんだ。お前を幅に引き渡して手を切り落とすからな。覚悟しろよ。あ、手を切り落とす。それって書いて字のごとくこの手のこと？そうだ。そんなの勝手に切っちゃダメだよ。切っちゃったらもう新しいのは生えてこないんだよ。そんなこと知るもんか。その酒場の件はちょっと置いといて、君たちロングホルンの森って聞いたことある？そんなに急いで帰らなくてもさ、朝っぱらからお酒なんか飲んだらお肌に良くないよ。ほら、僕たちこうして縁があるんだから、ロングホルンの森に遊びに行かないか？それになんだか興味を持っているようだし、また僕が君たちのガイドをするからさ。言いたいことはそれだけか？それに大人ぶって私って言おうとしただろう。どう見ても俺より年下のくせに。多分口が滑って私って言いそうになったんだよ。あ？なんでもねえよ。年齢のことは置いといて、俺がお前の話を信じるとでも思ったか？お前はその時になったら隙を見て逃げるつもりなんだろう。俺は騙されないぞ。へえ、全部バレてる。はいはい、わかったよ。どうせパンを少し拝借しただけで手を切ったりするんだろう。ウザートってところは災害に見舞われた人間に対してこんな仕打ちしかできないんだろう。手はここだ。切りたければ切って。こいつめ、モモ止めるなよ。こいつをボコボコにしてやる。私は止めないぞ。うわー、ちょっと落ち着いて。僕たちは白雨の森の番人を一緒に倒した仲間だろ。誰がお前の仲間だって？慣れ慣れしくするなよな。そうだ、お前はどうして白雨の森の番人を怒らせたんだ？それになぜ凶暴化したんだ？お前が何かやったんじゃないのか？よく言うよ。相手が白雨の森の番人だってことを知らなかったかと思ったよ。それに僕がどうやって森の番人を凶暴化できるって言うんだ？むしろあの時あんたたちがあそこでデタラメなことをしたじゃない。きっとそれが森の番人を怒らせた原因じゃないの？なんだと？まさか命の恩人に対してこんな口を聞くとは。どこの里だ、こんなクソチビを産んだのは。あんたには関係ないでしょ。このままじゃキリがない。もういい、先に酒場に戻るぞ。変なことを考えるなよ。僕は変なことなんて考えたことないよ。にゃーん。何がにゃーだ。先に言っとくけど、おとなしくついてこいよ。もしまた逃げたら、今度は真っ二つにへし折るからな。ラーララー。じゃあスーパーバカだな。マジで男だと思ってる。ワインの目は一体どこについてるんだ。変装大作戦は成功よ。あのバカ、私が女であることに気づいてないわ。でも、なんなのこの失望感は。うんにゅおぉ！おい！ほら、こいつだよ。言っただろ、パンを盗んだ泥棒を捕まえてくるって。好、那个下马终于应该会跟真真讲话了吧？应该会吧？あはははうざーとの威厳を保ったな。マスター、こいつをどう処理する？先に両腕をぶった切って柱にぶら下げるのはどうかな。にゃーん、そんなことしないよね。うんにゃーん。
何可愛いこぶってんだよ。本当のことを言うと幅が悪いんだよ。あ、俺が悪い？俺のどこが悪いんだ？だって幅のパンはすごくいい香りがするんだもん。その上パンにぴったりのコクのある自家製ビール。ちょっと考えてみて。焼きたてのパンは外はカリッカリで中はふわふわ、そこに喉越し爽やかなビール、お互いの相乗効果で絶妙な味のバランスが口の中で弾ける。まるでまるでまるでパンとビールがお口の中で結婚披露宴を開いているみたいな。本当に忘れられない美味しさ。この誘惑に勝てる人がいたら見てみたいよ。ああ、俺の料理はそんなにすごいのか。ハバの料理の美味しさが罪を呼ぶんだよ。そうだろう。お前なかなか分かってるな。いや、ち、何照れてんだよオカマ野郎。マスター、こいつのデタラメなんか聞くんじゃないぞ。気をつけろ、こいつはどうも怪しい。気にしろ、俺は構わんさ。それともこういうのはどうだ。こいつを紐でぐるぐる巻きにして雑貨を積んだ裏の倉庫にぶら下げておく。後で酒に酔った客がボクシングの練習がしたいって言い出したら、こいつの胸はいいやつさだ。サンドバッグに持ってこいだ。なんてひどいんだいいね。わい、今日は助かったよ。このチビ泥棒が盗んだビールとパンはお前が持ってき。それと桃リアには約束の酒の風呂をプレゼントだ。イエーイ、ありがとうマスター。もうもう嬉しそうだな。じゃあマスター、遠慮なくもらっていくよ。ありがとう。おい泥棒猫、行くぞ。にゃここでおとなしくしてろよ。絶対に妙なことはするなよ。わかったか？さもないと痛い目に遭うぞ。ふん、そんなことしないよ。ここまで来てまだ人を縛りつけるかな。まさかピチピチの美少年にこんな仕打ちをするとは。また口が滑りそうになったよな。さっさとその大きな胸を出したらいいのに。あ？なんでもねえよ。とにかくおとなしくしてしっかり反省するんだ。後のことはハバに任せる。お前を捕まえるために時間を無駄にした。俺はやることがあるからこれで。なんだよ、俺はまだここにいるのに何叫んでいるんだ。その、ん、ここネズミがいっぱい。ネズミがなんだよ。なんでも。なんだ、ネズミが怖いのか。そんなことないよ。そうか、怖くないなら問題ないな。じゃあな。ちょっと待って、
モモ、行こうぜ。バイバイ。美少年。もうもう、あいつ本当に女みたいだな。そうだな。よし、俺たちも出発だ。任務だ任務。ロングホルンの森に向けてレッツゴー。夏娃不是猫，为什么会怕老鼠啊？やだやだ。猫好怕老鼠。在我们聚落的神庙里，有只被供奉叫做托拉耶姆的蓝色神猫，也一样怕老鼠啊。啊，就这样啊。なんでここにいなきゃいけないの？好吧。就真正还是没有跟他讲大话。ゴミじゃないのに邪魔したら片付けちゃうわよ。看起来没有触发真正跟夏玛的对话。好，那我们这集到这边结束啊。那喜欢我们频道，欢迎到我频道订阅，欢迎到粉丝团，在影中最新消息。谢谢大家，会喜欢摄影师和绿萝的故事喽。好，谢谢大家。